この動画は見た人が、作れるようにをモットーに、即興で作っております。もちろん一発撮り、料理は楽しく。ではご覧ください。はい、300セカンドキチキチショー、カンペ見てしまいました。今日はね、鮭のカルボナーラなんです。いや、では行きましょうね。スパゲティだけはちょっとね、先に湯がいておいて、7分かかるんですね。では行きましょう、スタート。鮭のカルボナーラスタートですね。カルボナーラ、まず鮭ね、これ5分の間にできるかどうかっていうのがあるので、すいません、これね、もう切っときましたね。細かく切った方が、火が通りやすいということでね、むちゃくちゃなやり方をしますね、これね。はい、皮を下面にして焼きましょうね。はい、そしてこちらの方も皮を下面にして焼きます。はい、いきましょうね。サーモンちゃんね、秋鮭美味しいですよね。はい、これちょっと待ってくださいね。はい、でここにこれサラダオイルで、これね、蓋をしたいんですよね。蓋相変わらず味が効いてないですね。はい、そしてこの間にベーコンのね、これをポイントはね、これね、5分で焼けるかどうかが問題なんですね。はい、ではこっち今、サーモンしましたけども、ここはちょっとね、今使ったとこと別個にして、ちょっとね、時間の関係上こちら端っこ使わせてもらいますね。はい、これベーコンですね。ベーコン、これぐらいでいきましょうか。はい、そしてこんなとこ置きましょう。すみません、どうもね。はい、このままよいしょ、よいしょ、よいしょ、ね、結構分厚切りでね、パンチェッタは使ってません。今日はベーコンで、ベーコンでいきましょう。はい、ではここ入れますよ。はい、油引いてません、このままいきます。はい、これから、これかなりね、無謀なね、ハッシュタグキチキチチャレンジなので、これ麺はこれですね。はい、うわお、これね、やばいっすね、これ。うわお、来たか。しかも動いた、動いたね、動いた、動いた、こっちも動いた。これね、ちょっとね、しっかりと取っていこうか。これ麺用に、麺用にいきますね。はい、これね、これあとね、焼けてくると身がね、ポロポロになるのでね。はい、かなり厳しいですね、予想通り厳しいです、ね、一気にひっくり返せよみたいなことがあるんですけども、これもね、蓋します、ね、早いこと火を通したい場合は蓋します。はい、これもコロ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 とね、はい、いい状態になりました。そして、どうしましょう、これね、ニンニクね、ちょっと入れますか。ニンニク いらないですか。欲しいな。はい、じゃあちょっとね、なんかこんな、あのガーリッククリームみたいなんで、これでいきましょうね。いかに、ここでね、バターを入れましょう。あ、待ってね、やっぱりダメ。あと、うわ、あと2分しかないです。これいきましょうね。オリーブオイル、はい、オリーブオイル、そしてバター入れますね。バターしっかりと、どれぐらいいったのかちょっと分かんないですね。あ、ちょ、なんでこんな熱いの、ね、バターしっかりいきましょう。わわわわわわわ、あ、1個飛んでった。バリケット、そして生クリームいきましょう。生クリーム、今回は生クリーム版でいきますよ。そして全卵を使います。これ食べてみましょう。怒られそうですね。はい、ここで、和のテストいきたいので、カツオでいきましょうね。はい、これでいきましょう。そして胡椒ガリガリ、あと1分とか、これね、全部いきます。余熱でいきますよ。今火を取りました。ここはもう経験上でね、やってます。まあ一応300秒、ね、5分の間に、できるかっていうね。これで生クリーム、ベーコン、あと卵ですよね。この卵が問題なんですが、僕全然使ってみたりね。ただパテリ、青いの入れましたね。胡椒は入りました。これでパテ入りますね。この辺でこうやっていきます。で、マリンも入りました。チーズいんのかな、聞かれた。チーズ一度、いりますじゃん。カルボナーラチーズ いた、あ、いるわ、いる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 、まあ、細いもんでダメですけど、まあ、あと1本切りますね。バッターしますね。なんか今日いるかいらんか聞かれる多い、ね、これもうやっぱり無謀でしたね。あと40秒しかないですね。はい、ではこれね、もう諦めている。はい、諦めてますね。はい、
ちょっとこしますけどね、はい、ね、水分これも入れます。で、これ混ぜます、ね、混ぜます。で、厳しいな、卵入れます。ここで卵全卵いきますね。これ3個分あります。これで混ぜます。16分味見しましょうね。全卵ですよね、はい、味見。これでいきますよね、さん。よいしょ。おいしい。なりました。はい。いきますよ。なりましたね。もう本当に大変だよ。これ3人前じゃないのか。2人前でいってんのこれ。2です。2か。結構あるよこれ。おお。これ何グラムいったの。80です。ああ、しっかり入ってるな。そして、これどうするの？ここで初めてこうします。いいですか？ここで初めて酒がクリームに投入されました。はい。はい、もうこれはダメですね。ではこれで、大体まだ6分ぐらいになっちゃいましたけど、もうちょっと塩欲しいな。塩。うおー、何を喋ってるんでしょうか。火を消したつもりだったんですけどね。これちょっと、真っ最中の状況。これ全卵ですよ、これね。なかなか、火の妙味というか、何ですか？これ結構多いよ、これ。やっぱり失敗だよ、これ。80g 多いよ、これ。まあ、いいんですけどね。はい、これで OK ですね。ちょっと周りきれいにしますね。はい。きれいきれい、きれいきれい、きれいきれい。皆さんきれいきれいね。はい、鮭の。これはまあ、上からこうかけてね。はい、そして。たっぷりかかる。はい、パセリ、これ開けといてよ、いつも思うんやけど、もう本当に。マサ先使ってなかった。はい、これで出来上がりですね。はい、鮭のカルボナーラ。あはははは。星吉4点でーす。星吉4点。ちょっと厳しめでいきましょうか。3.5 にしましょう。3.5、厳しくなった。はい、はい、こんな感じですね。でも味は美味しい。あ、栄養してる。あ、栄養してる。すごい。ハッシュタグキチキチチャレンジ。サーモンカルボナーラ。料理は楽しく。